皆さんこんにちは。今日は小さな庭やプランターの中でも楽しめるバラの下草についてお話ししようと思います。春一番はなんといってもビオラが主役です。ビオラを年末から咲かせようとすると、夏から種まきをしなければならないので、とても大変です。我が家のビオラはちょっと遅めに咲くので、夏を過ぎても咲き誇っていることが多いです。オルラヤは一番おすすめの品種です。一年草の中ではよくこぼれ種で増えてくれます。小さな苗の時にいろんな場所に移して咲いてもらっています。次におすすめの品種がノースポールクリサンセマムです。このクリサンセマムの白はとてもバラに似合います。なんといってもこぼれ種で毎年ほっといても咲いてくれます。こぼれ種は秋から咲き出すので、ずっと夏まで咲いて、また秋近くまで咲いてくれます。こんなお得な一年草はないなと感じています。リナリアのブルーはとてもおすすめです。春一番から咲いて、うまくいくと5月末ぐらいまで咲いてくれます。千鳥草のブルーもおすすめです。こちらもこぼれ種でよく増える品種で、庫内の時に移動させてあちらこちらで咲いてもらっています。キャットミントは種から育てましたが、こちらは宿根草なのでほっといても毎年咲いてくれます。ただし刈り込むことが必要です。ヒルザキスキミソウは淡いピンクで、こちらも宿根草でほっといても毎年咲いてくれます。ただしこちらも刈り込むことが必要です。おぼろ月のプランターの中にビオラとネモフィラを入れています。こちらも変わった雰囲気で可愛いです。ギリアはブルーの花なので、そしてコロンと丸い花なのでとてもバラと似合います。こちらは最初は大きい花なのですが、夏近くなるとだんだん小さな花になってきます。種は簡単にできますので、採取して毎年咲かせています。白大菊はプランターの中で育てるのは無理ですけれど、地植えや花壇の中に植えて楽しむことができます。とても明るい雰囲気になります。アグロステンマはとても可愛い花で、よく種で増えてくれます。でもバラには似合うかな。ここからはおすすめ品種のご紹介です。ネモフィラ、忘れな草、ビオラ、そしてリナリア、千鳥草はとても育てやすい品種です。白い花はクリサンセマム、オルラやビオラがおすすめです。ビオラはちょっと難しいですけどね。次回はバラの下草初夏編をお届けしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。